吉田駅のバス停。左が、スワロー号、右が、彦号コ号燕市循環バスは、新潟県燕市が委託、運営する、コミュニティバスである。本校では、弥彦、コ、園広域循環バス、弥彦号についても一括して述べるほか、予約制乗り合いワゴン車、お出かけキララン号についても述べる。園市内を広く巡回する園市循環バス、スワロー号、 同市とヤヒコ村内を結んで巡回するヤヒコ広域循環バスヤヒコ号が運行されている。運行事業者や運行日、運賃などはいずれも以下の通りである。2016年1月12日改正時点では以下のように運行されている。なお、循環バスという名称であるが、いずれも循環運行にはなっていない。旧分水町域から旧吉田町域。 旧燕市域にかけて、原子域を広く巡回する経路を取る。道の駅国場周辺とヤヒコ村域、旧吉田町域を結んで運行される。フリー乗降区間が設けられており、本路線を除いた公共交通手段が乏しいヤヒコ村6エリアでの利用客が多い。園地区、横田地区を東エリア、吉田地区、分水地区、ヤヒコ村を西エリアとし、 それぞれのエリア内で運行されている。指定された乗り継ぎ地点において、両エリア間の乗り継ぎも可能であるほか、一部において、エリアを超えた移動も可能である。ワゴン車で運行されており、利用料金は、中学生、以上300円、小学生100円、未就学時は無料。乗り継ぎはさらに同額が必要となる。祝日と年末年始を除く月曜から金曜まで、 1>, 1時間刻みで7時便から12時便、14時便から17時便の1日10便が設定されている。2006年の合併により現在の燕市が誕生した後、園、吉田、分水の3つの地区ごとに、地区内を回る福祉巡回バスが運行されていたが、これに加えて2007年より3地区をまたぐルートを走る燕市巡回バスの運行が開始された。 その後、循環バスは利用者を増やしていったものの、巡回バスは減少が続いていたことから、2013年4月からは、巡回バスが廃止され、それに代わる形で、お出かけキララン5の運行が開始された。その後2013年5月には、つばめ市役所新庁舎会長に合わせて循環バスの路線変更が実施され、円三上駅までの延伸や11の 停留所新設が行われた。また、2015年4月には、それまで、ヤヒコ村内で運行されていた巡回バスが廃止され、それに変わる形で、ヤヒコ号の運行が開始された。無料だった巡回バスとは異なり、有料であるが、本数像や園子への乗り入れ等の利便性の向上により、利用者は巡回バスより増加した。2013年度以降、国の補助制度、 地域公共交通確保維持改善事業に採択されている。2008年4月1日改正時点では以下のように運行されていた。園地区巡回バス、編集中央コース北一コース北二コース南コース、吉田地区巡回バス、編集吉田地区巡回バスのバス停、北部コース南部コース南部コースの車両分水地区、巡回バス、編集北部コース南部コース、 ありがとうございます。